1928年1月1日、夜。さて、新しい年は来た。昨年は何をやった？ T が復活のカチューシャと同じように自分から去っていった。思想的に断然マルクシズムに進展していった。古賀は寺田、労働党の連中を得たことは画期的なことである。文芸戦線10月号に戯曲ジョシュートが載ったこと、そしてその間に東京へ出ようと焦った。さて、新しい年が来た。俺たちの時代が来た。我ら何をなすべきかではなしに、いかになすべきかの時代だ。防雪林は130枚ほどまで出来上がった。もう15、6枚で終わりだ。山本巡査は訂正して東京へ持っていく。北方文芸のために新しい形式の作品を明日から始めるつもりだ。シネマに海鮮を中心の雑談を出した。自信のあるものだ。復活、独量、感激を受けた。自分の考えを小樽新聞に発表するつもりだ。